噂の鷹の信号機。シュートを抱えるの嫌やな。水谷来たー。暴走3球。さすがに舐めすぎだろ。ジェシー舐められてたけど刺したぞ。今のは無理でしょ。なんで回した。さすがに壊れてる。鷹の信号機壊れてるよな。いくら周到でも無理だよ。ラッキー。まあでも思いのほか早急よかったよ。噂通り信号機壊れてて草。これがたびたび混同が起こってる三塁コーチャーか。ワンアウトなのに回したんだな。一アウト満塁でクリーンアップの方が嫌だったのにな。周到で余裕のアウトならコーチャーのせいだわな。どう考えても無理して回す場面じゃないし助かったな。ソフバンも壊れた信号機で有名だからな。信号機壊れてるの？飛距離過疎か？こっちの信号機も喜んどるわ。チナホークスのサードコーチャーもハムチャンズさんや。ごめん。ハム見たか？これがお前らのイデア。回さないでってソフトバンクファンに言われてるの好き。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。